Thank you.
Thank you.
早速メンバーの自己紹介からしたいと思います。どうぞ。はい、ギャングパレードの神谷咲です。よろしくお願いします。はい、山町美希です。よろしくお願いします。はい、今田岩です。よろしくお願いします。はい、キャン GP マイカです。よろしくお願いします。はい、ココパーティンココです。よろしくお願いします。はい、寺島優香です。よろしくお願いします。はい、ゆいがドクソンです。よろしくお願いします。はい、はじめまして、新メンバー月のうさぎです。よろしくお願いします。ギャングパレードをやっていくわけですけれども、今日新生ギャングパレードの最初の目撃者である皆さん、今夜は絶対に一瞬たりとも目を離さないでください。ここにいる9人と今日 ZEP に集まってくれたみんなで最高の遊び場を作りましょう。Yeah.
Like
しようともお金がなくともお客さんのことを考え
お客さんの笑顔が栄養のアイドルです。そうなんですよ、私はアイドルなんです。たとえどんな格好をしようとも、たとえどんな恥ずかしめを受けようとも、マイカさんはアイドルです。ではこちらをおかぶりください。こんなこと
Thank you.
と春菜がギャングパレードに加入しました。2人に会ったのは WACK の、WACK オーディションで私も参加していて、そこで初めて出会ったんですけど、合宿の参加者の中でも私が個人的に月乃と春菜はすごいメラメラしていて、すごい刺激を受けるところがたくさんあったので、ギャングパレードに加入が決定した時は本当に嬉しかったです。そして加入が決まってから1ヶ月というとても限られた時間の中で、2人は死に物狂いでものすごく真剣にぶつかってきてくれました。本当に感謝しています。ありがとう。そして私もその合宿の最終日で改名をして、 GP がつき、キャン GP マイカとなったわけですが、そこから1ヶ月が経って、 GP が渡辺さんに GP をつけられた時に、ギャングパレードを一生背負っていけって言われたんですけど、背負うってなんかリーダーみたいな感じなのかなとか最初は考えていて、でもそうではなくて、私はパフォーマンスでギャングパレードを一生背負っていきたいと思います。ギャンパレのライブの前にいつもみんなで誰よりも高く飛ぶとか、もう死に物狂いで熱苦しく全力でがむしゃらにってみんなで言ってからステージに立ってるんですけど、その言葉をこれからも胸にして、みんなの遊び場を最高の場所にして、今が一番最高だって胸を張って言えるようにします。ギャングパレードはこの9人で頑張っていきます。
Yeah.
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日は私ギャングパレードの結ヶ独尊からお知らせがあります。はい、去年私たちが所属する事務所 WACK で行われた WACK 総選挙で獲得しましたソロデビュー権なんですが、このシングルの発売日のタイトル決定しました。ドラムロール発売日6月12日その名も Like a Virgin。聞かれたことがあって、なんか1ヶ月考えても正直その答えをまだ見つけきれてはないんですけど、なんかちょっとだけ思ったことがあって、私はギャングパレードでエースになりたいわけでもなくて、ギャングパレードの中で1番になりたいわけじゃなくて、ギャングパレードを1番にしたいです。1番とかまだ具体的なことはわからないけど、私はそのために必要な存在になりたいです。私は春菜とかみたいに強い個性とかないけど、頑張れ、私は努力しかできないけど、それでもギャングパレードに必要だって思ってもらえる存在になれるように死ぬ気で頑張ります。これからもよろしくお願いします。はい、ジャンプパレードの新メンバーのタイムバッチンです。まず私がオーディションに参加しようと思ったのは、それはあんまりなんか自分のことが好きになれなくて、あんまり自信がなくて、でもでたくさん悔しい思いをしたことがあって、それをそんな自分を変えたくてオーディションに参加しました。最初は受かるって思ってなくて、
今1ヶ月経ってなんかどんどん日にちは過ぎていってな気持ちがあんまついていかなくてたくさん迷惑もかけて大丈夫だよ思えたのはメンバーさんとか優しくてかっこよくて強いから頑張ろうと思っててダンスできなくても教えてくれるし信じてくれるし、レッスンの終わった時には明日も頑張ろうねって LINE が来るし、また頑張ろうと思って、私がギャングバレーとして必要な気持ちをやりたいし、すごいみんなが大好きでギャングバレーと一番になりたいです。
ましょう。プラスティックトゥーマッチ。Thank you.
またツアーで、そして全部東京で